ターミナルプラザことニッパトスコンカリーニョは北海道札幌市西区にある劇場も兼ねた生活支援型文化施設及びその運営団体 NPO の名称である。建物のコンカリーニョは主として演劇公演が多く行われている場である。フラメンコダンスの公演も行っている。プロレス工業も行っている。なお、運営は NPO 法人コンカリーニョが行っている。理事長は斎藤千鶴、副理事長は橋本美幸、岩崎義順。1995年から2002年8月まで別の石造りの倉庫だった建物にて、コンカリーニョが営業していたものの、老朽化と都市再開発により、一旦2002年8月に閉鎖したが、2006年5月に活動を再開した。 コンカリーニョという名は、スペイン語で、愛を込めてという意味を持つ、コンカリーニョに由来する。なお、NPO コンカリーニョは、地下鉄東西線ことに駅地下2階の地下鉄倉庫を改造したターミナルプラザことにパトスも、2002年より運営している。ことにパトスは、吉本工業札幌事務所の定例ライブ会場として使われている。会員を募集している。 予算的には、会費によって、コンカリーニョ活動の基礎が支えられている。正会員の年会費は、1万円である。正会員には、総会の議決権が認められている。サポート個人会員は、年会費3000円。サポート団体会員は、年会費2万円である。サポート個人会員及び、サポート団体会員には、総会の議決権がない。ありがとうございます。